まあ、まずですね、伊藤正幸選手、はい、なんと7月の月間賞を取ったという MVP。 ありがとうございました。すごいね。ただ、僕も恵比寿も月間 MVP は有利アグリなんだけど、まあそうですやばい、ちっちゃい人僕だって思いましたよ。僕ですら思ったんですよ。俺は問い合わせたからおかしくないですか。どういう立ち位置でそれをやってるんですか。さあ、昨日のカシミのリバウンド、マジつまんなかったです。でもリコンドがああいう戦い方するかもっていうのはもう最初から、いやもう分かってたもん、分かってたもんでしょ。分かってたにしても、いやあれじゃなくてピックアップしようがないじゃないですか、手が出てないんで、うん、本当左に当たってますけど、まあ、打てば当たんじゃんっていうのがこうずっとタイミングね、いくらもあって、はい、見てる分にはね、うん、見てる分に、はい、まあもちろんこうやってる本人しかわからないこう手の出させないカシミロのパワーがあったかもしれないですけど、いやでもやっぱラスト1ラウンド目のラスト1分でさ、やっぱ効かされたみたいな感じでちょっとスリップ気味に倒れて、あ1ラウンドの最後ですか、手ついたところ重くそ殴られてるやん、はい、まああれが殴られたかどうかってわけじゃないですけど、ただ あれはダウンだなって思いますよね、はい、あの時殴られたやつがやっぱ残ったんじゃないかな、印象的に。まあただなんか1ラウンド目のあのカシミロの追い方はあ結構いい圧力かけてるなーって、すげえ抜群だったと、はい、抜群ですよね、うん、そうだからそれがすげえなって思ったんですけど、でも2ラウンド目以降やっぱもうちょっと離れちゃったのはあれなんだろう、リコンドは慣れたんじゃないですか、うん、ちょっと最初回らせなかったですけど、その後やっぱ回れちゃったんで、カシミロの最初の1ラウンド目は本当良かったですけど、ね、まあ、右回りをあんなにできるっていうのは、うん、で1ラウンド見た時なんか、ああもうカシミロなんか捕まえるんじゃない、捕まえるんじゃないかなと思ったら、どんどん捕まえなくなっちゃうじゃないですか、うん、だからね、この今パンチの数って統計で出るじゃん、はいはいはい、番組の中であれの出るようになって史上最低の数字だってパンチの人数45ぐらいですよね、確かに、ね、2人合わせて90ですよね、そうっすね、12ラウンド合わせてそんなのあるっていう、いやだってだから僕は本当なんかこう、まあもちろんあれも技術で難しいじゃないですか、うん、あんだけ打ってくる相手をくるくるくるいなして回して打たせないっていうすごい技術ですけど、まあ何しに来たのって思いましたけどね、ここ、うん、まあだからさ、だからアウトボクシングっていうのはパンチを打ってさ、 そうですね、その自分のパンチを見せる、例えばこれ以上入ってきたら打つよっていうその軌道を取る、それがあってボクシングするわけじゃん、はい、だからまあ手を出しながらアウトボクシングするわけだ、あんだけ手を出さないでアウトボクシングしろっていうのが俺難易度高いから難しいですよ、この空間をずっと保つっていうのがねあれ多分僕4回戦の選手でやってもちょっとできないできない、当てないと止まんないから、そう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 、それをこうだ技術ですよね、すごいすごいと思う、ポイントの取れない技術、だからそういう意味で言ったらめちゃくちゃレベルの差はあるんだと思うんですよ、ボクシング自体のレベルはやっぱりリコード高かった、すごい高いですね、合間にボディストレートはやっぱり打ちに行ったら隙ができますから、そういう意味でこう手を出さないのかもしれないし、うん、ずっと前の手だけずっとずっと出して回って回ってって、まあカシミロもこうちょっと工夫して体打ちに行ったりとか、うん、でボディから左フックにしたりとかしてましたね、はい、けどちょっともう全部見切られちゃってたから、まあ、あの左フックはやっぱもう当たんないなと思いましたね、でも左フックっていきなりサースパイでの左フックってめちゃめちゃ怖くないですか、あのね、頭入れながら打つからそんな怖くもないかもしれないけど、でももう当たんないじゃん、あの距離を、あの距離で後傾に構えてる選手に左フックなんて当たんないじゃん、ね、打ったら背中取られんじゃん、そう、ね、じゃあ回られて終わる、回られて終わる、だからもうこういうなんていうんですかね、もう左右で体を当てていくしかないんですけど、うん、体の上それもあんまできなかったですよ ね、結局、うん、そしたらくるくるって回って、だってこの辺打ったらこの下をまた通っちゃう、あの技術すごいっすよねあの下でも確かにくるくる、あの競技させたらだから勝てないっすよねあれの競技としたら勝たれへん、ただやっぱボクシングは、まあ、言って殴り合いですから、うん、まあ、もちろんそのいろんな技術があっての殴り合いですけど、殴らないと始まらないっていうのは、うん、もうめちゃくちゃあるのかなと思いますけどね、でもあれだよ、プロモーター筋とかあと、まあ、著名な選手クロフォードなんかもリコンドの勝ちって言って、まあなんかそのなんか気持ちは分かりますよ、めちゃくちゃつまんないけど、実際ボクシング好きに見てたのはリゴンドですし、うん、当ててないですからね、そう
だからさ、このお互いクリーンヒットがない中でポイントをつけるって時に、そのなんて言うんだろう、俺らの立場からするとちょっと違うのは、お互いパンチ当ててない、はい、でもお互いにこのクリーンヒットがない時にお互いどっちが心地よく12ラウンド動いてるか、てるです、ね、どっちが心地いいかって言ったらリゴンドが心地よくやってるんで、カシメロは一生懸命ボクシング作ろう作ろう作ろうってしてたもん。あれだから試合になってないなって僕は思っちゃったんですけど、まあね、そこでだからどっちが強かったとかをつけようがないというか、まあ、だからなんかどっちかに偏るかなと思ったけど、まあ、最後僕あの 2-1 で割れた時、最後が僅差だったらリボンドが割れるなと思ったんですよ。117だったんですね。117か111か2って言ってて、まあ、その時点でカシメロだなと思って、そうつくんだったらカシメロだし、僅差でリボンドが勝ちもありだと思うんですよ。ただリボンドに勝ちにしても、まあちょっとなんかこうちょっと遺恨というかね、なんかそういう変な気持ちが残りますよね。まあ、今後のボクシング界はあれでいいのかっていうのはね、勝ちだったらね。まあでもカシメロってこれ3階級制覇して全部できちゃった、全部できちゃった9カ国で、で、10カ国目が日本だみたいなね。あ、言ってんだ。阿部で、井上だみたいなことを最後、まああと、あれが言ってましたね、プロモーターが将軍、はい、それ言ってて、まあ、やっぱそのタフさありますよね、そういう意味でのメンタル的な。ただやっぱしこう、リゴンド打った時ほとんどもらってましたから、ストレートとかガサガサ、ちょっと言いつけないで、はい、まあ、井上選手とやったらもうバチバチもらう気もするけど、けどなんか変な一発も当てそうな予感もありますね。もらいながら返してくれる。まあただ、まあ、やっぱそこで見たらこうね、カシメロが勝てる感じはしなかったですけど、まあね、技術がちょっとやっぱりないんで、うん、まあ、だからあれで勝ちなのかっていう、まあすごい難しい試合ですね。いや、あれで勝ちはないけど、あれで勝ちはないけど、ただどっちが気持ちよく12ラウンド終えたかって言ったらリゴンドだっていう。まあどっちも勝者じゃない感じがします。まあカシメロはだから、ね、見たやつが敗者って感じ。そう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 。なんでわざわざ僕あの時間にセットして見たんだろうって。試合終わった後3本の指立てて。ああ、はい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 。リコンド。はい。で1回ドネア挟んで最後井上が最後これで立て逆にもう考えてたでしょと思って。あれはまずドネアを挟んでから、ね、一回パンチャーを挟んで今回メンバーシップというものをですね始めさせていただきます。だメンバーシップ内では特に海外で活動する僕たちの舞台裏っていうのをどんどん、提供していきたいと思います。まあ、まずですね、伊藤雅之選手、はい、なんと7月の月刊賞を取ったということで、MVP、ありがとうございました。すごいね、ただ、僕も恵比寿も月刊 MVP は有利アグリなんだけど、まあそうです、だから実態でしょ、僕だって思いましたよ、そうそうそう、僕ですら思ってたんですから、俺は問い合わせたから、おかしくないですか、どういう立ち位置でそれを言ってますか。